みなさんこんにちは日本語教師のゆきえです今日は日常会話で使う「けど」についてお話ししますけど皆さんこの言葉聞いたことありますよね「なにけど」 そんな言葉知ってるよって思う方たくさんいらっしゃると思います。でも、いいえ、違います。何が違うんだと思いましたかでは、まずこちらを見てください。ご飯を食べたけど、まだお腹が空いている。さあ、皆さん、 これの意味はわかりますね。ご飯を食べたけどまだお腹が空いているのけどは「but」ですよね。でも今日私がお話をするのは「but」の意味ではありません。さあではどんな使い方をするけどでしょうか ちょっと聞きたいんだけど、いいちょっと聞きたいんだけど、いいさあ、このけどは、バットでしょうかいいえ、違いますね,ね。ちょっと聞きたいんだけど、いいバットは、前と後ろの言葉が反対の意味でなければいけませんが、この場合は、 反対の意味じゃありません。ちょっと聞きたいんだけどいいこれは前置きです。前置きのけどです。例えば、一緒にラーメン食べに行かないこのようなシチュエーションがよくあると思いますが、いきなり 一緒にラーメン食べに行かないというと、まあ、いいよと言ってくれるかもしれませんが、心の中では、んでもなんでと思うかもしれません。いきなり一緒にラーメン食べに行かないというよりは、 駅前に新しいラーメン屋ができたんだけど一緒に行かないと駅前に新しいラーメン屋ができ,できたという前置きを先にすると相手もいいよと気持ちよく答えてくれると思います。日本人はいきなり言われるのに慣れていません。 日本人はこのように前置きを置いて話をすると気持ちよく話を聞いてくれます。駅前に新しいラーメン屋ができたから一緒に行かないこれでもいいです。でも「から」よりは「ラーメン屋ができたんだけど一緒に行かない?」にした方がソフトな印象を与えてくれます。 駅前に新しいラーメン屋ができたんだけど、一緒に行かないこれだととてもソフトな印象で、相手に対してもとてもいい印象を与えることができます。さあ次です。女の子が料理を作っていますね。急に、これ食べてと言われたらどうですか えな何怖いと思ってしまいます。ですから、初めて料理を作ってみたという前置きを置いてから食べてというと、相手も気持ちよく聞くことができますね。そ,そして、 このように、お父さん、スマホが欲しいんだけどと、けどの後に何も言わないことがあります。日本人は最後の言葉を言わないことがよくあります。このように、お父さん、スマホが欲しいんだけどって言われた場合、この後ろに、本当は言いたいけど言わない。 後ろに言葉が隠れています。お父さん、スマホが欲しいんだけどの後ろに隠れている言葉。これは、買って、買ってください。こんな言葉が隠れています。それでも、日本人は、スマホが欲しいんだけどって言ったら、買ってって言っているんだ。 とということがわかります相手の表情や言い方でこの「けど」の後ろの言葉の意味が変わる場合があります。例えば「今度公開する映画なんだけど」と言われた場合この後ろの言葉何が来ると思いますか さまざまなパターンが考えられます。この場合は、例えば、一緒に行かないや面白そうだよねなどというパターンが隠されています。一緒に行かないと面白そうだよね意味が違いますよね。 ですから、今度公開する映画なんだけど、とだけ聞いて、あ誘ってるんだ、と思って、うん、一緒に行こう、と答えてしまうと、え、ああ、面白そうだという話をしたかっただけなんだけど、と言われてしまうかもしれません。 ここでもけどを使っていますね。この後ろは違うよという意味の言葉がきますが、日本人はストレートには言いません。え、ああ、面白そうだという話をしたかっただけなんだけど、で終わらせることが多いです。このように間違えて、 思ってしまうことがあるので気をつけてください。もしこのように言われた場合、その後ろの言葉の意味がわからないとか、誘ってるのかなって思ったとしても、うん、面白そうだよね、と答えるのが一番ベストです。その後に、うん、面白そうだから今度一緒に行かないとか、 面白そうだよねと言った後に一緒に行こうよ。一緒に行かないと誘ってくれるかもしれません。あとは、うんと答えて相手からの次の言葉を待つということもテクニックの一つです。次の言葉、次の意味がわからないときには、うんと言って 相手の言葉を待ってみてください。そうすると、あの映画面白そうだよねとか、私が好きな俳優が出てるんだ。相手がどんなことを言いたいかわからないときには、うん、と言ってみましょう。では、このように会社の場面でどう,しどうすると思いますか この場合も、部長、有給をくださいとストレートに言うのはちょっと失礼です。部長、有給をいただきたいんですが、よろしいでしょうかと言いましょう。会社で目上の人に対して話をする場合には、何々していただきたいんですけどよりも、 何々していただきたいんですがとした方がとても丁寧になりますこの場合有給をいただきたいんですがよろしいでしょうかこの場合部長有給をいただきたいんですがと言っただけで部長はあ有給が欲しいんだなっていうことがわかるのであいいよ と言ってくれるパターンも多いです。部長、有給をいただきたいんですが、ああ、いいよ。このようなパターンも多いです。ですが、自分から言うときには必ず、部長、有給をいただきたいんですが、よろしいでしょうかと、最後まできちんということを忘れないようにしてください。このような場面でも同じです。 社長、企画を考えてみたんですが、これでもその次の言葉に、まあ、この企画書を見てくださいとか、確認してくださいという言葉が来ることは分かっていますが、それでも、企画を考えてみたんですが、確認していただけますかと、最後まで言うのがビジネスのマナーです。 例えば、少し上の先輩、1年、2年、先輩の場合であれば、このように来週のイベントのことなんですが、で、一度終わらせてみるっていうこともあります。ただ、この来週のイベントのことなんですがだけでは、何来週のイベントがどうしたのと意味がわかりません。何を言いたいのかがわかりませんから、 先輩は「うんどうした?」と言うでしょう。先輩、来週のイベントのことなんですが「うんどうした?」と言われたら「どのように開催すればよろしいでしょうか?」とか「何人人を呼べばいいですか?」とか、まあ、その後に相談する内容を言いましょう。そしてこのような場面でも「けど」を使います。 例えば先輩に、田中くん、この前資料を作ってくれたよねと言われました。うん、作りました。確かに自分が作りました。そんな時あ、はい、作りましたけど、と言います。でどうしてこの前資料を作ってくれたよねと言われたのか、 わかりません。そんな時は、はい、はい、作りましたけどと言います。このけどの後ろは、何ですか何かありますか何か起こりましたかというような意味が隠れています。自分では何があったかわかりません。でも、何ですか何かありましたかと聞きたいときにも、 何々けどを使います。日本人がよく使う場面は、このように誰かから電話がかかってきました。誰かから電話がかかってきて、自分が出られませんでした。そして、電話がかかってきた相手に、今度自分からかけ直します。そんな時に、もしもし、先ほど電話をいただいたんですが、 という言い方もしますこの電話をいただいたんですが何ですかという意味でがを使っています今日はけどの使い方をお話ししてみましたどうですかわかりましたかもしよければ使ってみてくださいちょっとわかりにくいなとかこういう時はどうですかという質問があればコメント欄に書いてください また違う動画でお答えできると思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録といいねボタンを押してください。それでは次の動画で会いましょう。さようなら。